私には幽霊がついている。高校時代に死んだクラスメート、最古の幽霊。最近そんな最古がちょっと鬱陶しい。その橋を幽霊が渡ると魂が浄化されて成仏できるっていう言い伝えなんじゃ。朝月橋。あんたの電車賃まで出してやらんといけんのよ。私は電車賃やんの、幽霊じゃん。じゃあそこかい。姉ちゃんたち友達やったんやろ。おしゃれや友達やっぱ貸しやろ。ちょっとそこスルーかよ。私、いじめられとったんじゃん。噛んだよ。最高姉ちゃん。大切な人をなくした心だけに見える風景がある。ねえ最高、虹の向こうには輝ける明日が待ってんのかな。